これ貼っといてー。はーい。はい。お待たせしました。毎度おなじみ四期なチャンネル、おさきさんの時間がやってまいりました。こちらですね、水エスパルス、湘南戦に勝利しまして、フィールド柴田より勝ち点が上になりましたので、ポスターの方貼り替えさせていただきました。早速なんですが、明治安田生命 J3 リーグ第8節、藤枝前 FC 対 FC 岐阜の試合を現地観戦してきました、別スタジオにいる DJQ さんに FC 岐阜について簡単に説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ご紹介に預かりました DJQ です。ではここから私 Q が FC 岐阜について簡単に説明したいと思います。今年の FC 岐阜なんですが、とにかくメンバーが豪華ですね。元日本代表、日本代表候補が多数在籍しております。数多くいい選手がいるんですが、やはり代表的な選手は柏木陽介選手、田中純也選手、宇賀神智也選手、石津大輔選手、本田拓也選手。やはり注目しているのは柏木陽介選手ですね。2016年 J リーグベスト11に選ばれております。2017年にはですね、 ACL アジアサッカー連盟最優秀選手、MVP ですね、に選ばれています。宇賀神智也選手も昨年まで浦和レッズでバリバリやってましたね。石津大輔選手も昨年までアビスパ福岡ですね。もはや J3 の銀河系軍団と言っても過言ではないでしょう。こちらからは以上です。 DJQ でした。はい、DJQ さんありがとうございます。 FC 岐阜は本当にタレント揃いということがよくわかりましたね。ゴールデンウィーク真っ最中ということもあり、お客さんもたくさん入りました。大勢の FC 岐阜サポーターの方々ありがとうございます。藤枝舞 FC サポーターも大勢詰めかけて、試合は白熱。今回の入場者数が2716人ということで、今季最高の入場者数ですね。では早速ご覧ください。どうぞ。あんな並んでるの見たことないよ。
チームの選手はピッチ内ウォーミングアップを終了してください。両チームの選手はピッチ内ウォーミングアップを終了してください。ここで本日のボールパーソン単価要因をご紹介いたします。本日のボールパーソン単価要因は藤枝バイオシーアカデミーの皆さんです。よろしくお願いいたします。2022明治安田生命 J3 リーグ第8節藤枝バイオシー対 FC 岐阜審判並びに両チーム選手入場です。2022明治安田生命 J3 リーグ第8節藤枝バイオシー対 FC 岐阜まもなく後半キックオフ。選手の交代をお知らせいたします。FC 岐阜背番号の元気選手に代わりまして、背番号39、畑ジョッキ選手が入りました。
先ほどの得点は FC 岐阜背番号38番武京子康介選手のゴールでした。後半4対3、トータル4対3で藤枝 FC の勝利。